い、こんばんは、山城と申します。さあ、今回はね、前回の続きでございますよね。使ってきました、セブンイレブンで買ってきました、日清食品のさんね、カップヌードル激辛味噌、これをね、まあ散々コタコンを並べましたんでね、もうとっとと食べてきましょう。腹も減りましたんでね、まあ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 ね、辛いの苦手ですけど、まあカップヌードルならね、まあ大丈夫でしょう。そんなね、さすがにね、あのね、他のね、あのペヤングさんとかみたいにね、あのどうすぎたようなことがね、するようなところではないですから、優等生ですから、日清さんはね、シェアナンバーワンでしょ、だってカップヌードルって言ったらね、大丈夫でしょう、私はもいけると思います。まあこれね、まあ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 、相手にとって不足なしということでね、まあ早速ね、お湯沸かして作っていこうと思いますね。まあいつものね、部屋の方にね、打っていきたいと思いますよ。はいはい。さあ、お湯のお水もね、入れまして、今お湯が沸くのを待ってるところでございますけどね、ここでですね、改めてね、このね、作り方とかね、お湯を沸かしている間に中身がどんな感じなのかとかね、そのあたりをチェックしていこうと思いますよ。で、よっこいしょ、早速ね、剥いでいこうと思いますけどね、まあやっぱカップヌードルさん、これですよね、これが便利ですよね。蓋を閉じるシールになるね、この開封弁、これでね、蓋をするとね、できますよ。まあまあまあ、さすがにカップヌードルの説明はね、もう今更な感じがありますからね、手前味噌でございますけど、まあ味噌味ですしね。で、ただね、今度新企画でそういうのもやっていこうと思いますよ。もう今更人に聞けない、すんごい常識的なことをね、解説するというね、本当にどこにニーズがあるんやって話なんですけどね、やっていこうかな、なんてこともね、思ってるんですよ。実際私、スタバの頼み方が未だに分かってませんからね。あまりにスタバに行かないんで。そうですね。まあそういうのもありますからね。そうそう。皆さんね、私にとっての常識はね、他の人にとってはね、非常識かもしれませんからね。そう。まあ、それは多いな。うん。非常識な人間なんであれですけど。で、さあ、やっぱティファール早いな。湧いてくるのが早いですからね。ちょっとやっていこうと思いますけどね。中身を、では、天面のやつをね、落としてて、さあどんな感じかな。お、あ、結構若い。あ、これ分かりますかね、光の加減が難しいですけど、あ、結構唐辛子も入ってて、か、うん、匂いもね、かなり辛味噌な感じですね。なんか中華風な感じって言ったらいいのかな、うん、四川料理みたいな、感じの香りの出してきまして、あ、これ美味しそうですよ。そんなね、匂いの時点で、むせ返るようなね、ソースを入れた瞬間にむせ返るようなね、そういうようなことはありませんね。これはまあ、普通にやっぱ美味しくいただけるんじゃないですか。うん。いいですよね。まあね、こんな時にね、そんなね、わざわざね、辛い思いをしてね、食事をする必要なんてないんですから。そう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 。なんならあれですからね、この辺もね、動画の収録4つ目の方でね、もうちょっと先の公開になると思いますけどね。まあ、散々なところ行ってきましたからね。いやー、というかね、そんなにね、最初はね、途中から嫌な顔してましたけどね。うん。つの、青山峠に行った時のやつはね、嫌な顔してましたけどね。まあ、こんなとこ蛇でも出そうやんと思ったらね、蛇が出るわね。ね、散々な目に遭いましたというところがありましたし、その後のね、真っ逆でね、実はその後またね、蛇に遭遇するというね、大アクシデントがございましてですね。まあまあ怖かったですよ。あれ結構近くまでね、気づかつかなくて、色が枯れ葉とかにね、落ち葉にね、擬態化しておってね、全然気づかなくてね、ね、ああ、危うくね、踏みそうになったというかね、舌をピロピロしてるね、姿を映しちゃいましたよ、なんてことがあったんでね、そのあたり4つ目でね、公開になりますんでね、三重県北中世情報チャンネルを4つ目の登録もぜひお願いしますなんて話をしておったら沸きましたんでね、早速入れていきましょう。蓋の内側ね、ありますね、はい、内側まで入れていきましょう。よいしょ、どう、これ画面越しだと分かりにくいな。よいしょ、どうかな、もまだね、よいしょ、こんなもんかな。ちょっと中に浸透していくからもうちょいですね。よいしょ。こんなもんかな。よいしょ。さあ、お湯も無事で終わったら、シーリングですね。蓋をして、
シーリングは、あれですよね。パッケージングみたいなんですけどね。本来は。まあいいや。ね。はい、シール貼って。では、3分待ちました。ああ、3分測るの忘れとった。あ、大丈夫だ。これでわかる。このまま切らんと置いといたらいいんやね。で、カメラの時間で見ますね。今回はね、ちゃんと3分待った方がいい。あのね、私大体こういうのね、めちゃくちゃすぐ食べますからね。この前も言いましたけど、袋麺大体3分煮込んでくださいとかね、書いてありますけどね。この前ね、改めて測ってみたら、なんとね、私45秒でね、もう、ああ、もうね、湯がったって言ってね、食べてましたからね。そうそうそう。やっぱ3分も湯がくとね、目が伸びてるような感じになっちゃいますからね。そうそうそう。私、硬いのが好きですからね。さあ、なんてことはね。まあ、前にも袋麺のところで話したと思いますけど。まあまあまあ、こんなことを言いながらね、別に飛ばしちゃえばいいですからね。そうか、そうか、今のうち箸を用意しとかなきゃいけませんからね。さあ、箸を用意して早速食べていきましょう。よいしょ。さあ、箸も入りましたし、早速ね、開封してね、いただいていきたいと思いますよ。さあ、どんな感じになってるかな。ちなみにね、2分も経ってないですけどね、もう絶対全然いいって。うん。で、よく混ぜてお召し上がりくださいね。これだけね、忘れないようにしましょうね。よいしょ。なるほど、なるほど。あ、結構辛そうな匂いするし。まあまあ赤いの浮いてますよ、これ。唐辛子結構浮いてるね。おやおやおや、これは。でもコーンとかも入ってるし、バランスいい感じなのかな。で、上にスープが残ってるんで、これ、今飲み止められる。多分これ。ぐちゃぐちゃ混ぜたら、いい感じの味噌になるんじゃない？わあ、結構辛そうな匂いするぞ、これ。美味しそう、美味しそう。でもね、いい香り。辛さだけの、ね、刺激。いい感じの刺激臭。やっぱ、粉茶は日清だから大丈夫でしょ。じゃあ、早速ね。おー、こんな感じですよ。いいですね、いいですね。じゃあ、早速食べていきたいと思いましょう。いざ、いただきます。ちょっと甘くかかってたら辛っ。あ、辛い。あれ、思った以上に辛いぞ、これ。あ、まずいな。あ、これ、今すった瞬間に多分唐辛子がついてくるんでしょうね。いい感じで唐辛子が絡まってくるんですね。だからね、めちゃくちゃ麺が辛い感じになりますね。うん。あ、辛い。あ、これはやばい。やばいぞ。よし。さあ、こんなこともあろうかと。低脂肪乳ね、買っときましたんでね。とりあえずこれ飲みながらね、やっていこうと思います。これ思ったより辛いぞ。この角度でいいかな。よし。うん。あ、辛っ。十分辛い。うん。だから、ペヤングみたいに、もう、全く食べれないとかじゃない。ね、辛馬ですけど。まあまあ、一応スープも吸ってみましょう。でも麺の方に唐辛子が絡むんでしょうね。よく絡むみたいで、麺の方から辛い、なんか辛い麺みたいな感じにしますね。スープの方のが飲みやすいかもしれない。うん、うんうんうん、ちょうどね、うん、麺の感じはね、豊田市のね、海津っていうところら辺の方に、中京大学とかがある方ですよ。うん、海津の方にね、豚骨ラーメン屋さんがあって、博多豚骨みたいな感じのね、硬さとかが選べる替え玉ができるようなところなんですけど、そこの替え玉の中に、赤玉っていう替え玉があるんですよ。ちょうどね、要は、
普通の麺の中に唐辛子が練り込んであってね、あの辛さがね、あのできて、それであの要は替え玉にするとちょっと 味変になってね、あの美味しいですよっていうのがあって、これそれがね大好きなんですけどね、ちょうどそんな感じ、練り込んである感じのではないんですけど、表面にこのわかります、あのぼちぼちあの唐辛子のチップが絡まるんで、結果的に麺が辛い麺みたいな感じになってますね。これ美味しいな。うん。具材は、コーンがちょっと、甘さのヘルプになってるかな。あ、間違って。唐辛子が取っちゃった。辛。うん。美味しいですよ。うん。これならなんとか美味しいと思いながら食べれますね。うん。ちょっと舌ヒリヒリしてきましたけど。うん。にしてもスープ結構赤いですもんね。うん。すごいな。あ、ちなみにちょっと肉も入ってますね。あの謎の肉も。まあやっぱこれはカップヌードルですかね。うん。これは安定の美味しさ、うん、あ、これが一番辛さに抵抗できそう、うん、あ、いいね、あ、なんかキャベツみたいなのが入ってますね、うん、いいじゃないか、食物繊維、汗かいてきましたね。ああ、スープも頑張って飲もう。ああ、しみる。おお。うん。とりあえず麺はあらかた食べましたね。あと具材がスープは残ってますか。ちょっとスープ飲みきるのには辛いのと私の年齢がね、うん、もうすぐ健康診断がありますからね、うん、ちょっとまずいぞと警戒を鳴らしておりますんで、ああ塩麺は麺と具材はね、あ、これはすごいわ、うん、これは日清さんにしては攻めましたね、ええ、うん、まあ大体具材は作れたから結構やっぱ具も入ってるんでいいですね。あの最近結構いろんなこういったね、食品業界で原価がね、どん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 高騰してる兼ね合いとかでコストが上がってる兼ね合いで具材がね少なく、あの麺の量が減っておったりとかね、具材がねちっちゃくなっとったりね、少なくなっとったりね、することが多いじゃないですか。その中やっぱね、カップヌードルさんはやっぱちゃんとしたね、あの具材の量保ってるなっていう感じがありますよね。これはやっぱありがたいですよね。まあその分ちょっとお値段がね確かに高くなってますもんね。まあでも一応まあ正統派なやり方ですよね、それが、うん、まあ本来なら それが絶対成功しますよって言いたいところですけど、残念ながらね、日本の今のこの不景気っぷりだとね、なかなかそうも言えないことがあってね、っていうのはまあこれはちょっと政治チャンネルの方に置いときましょう。うん。よいしょ。そう、政治チャンネルの方も、生放送始めましたんでね、ちょっとメインチャンネルではね、いろいろと大人の事情で話せないようなこともね、あっちならね、ある程度また話せることがありますんでね、よかったら、ね、そちらの方もね、
ご参加いただければと思いますよ。ということで、ああ、くた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 。ということでね、おいしく、いや、結構もてるからな。最後に今ね、ちょっとスープをするって飲んだんですけど、やっぱ、スープは、言うてやっぱ辛いですね。うん。言うて結構汗も、吹き出てきましたからね。これ多分、この後と、明日トイレ結構大変になるな。うん。私多分これぐらいでもダメなんで。あれだろ。辛味噌なんでちょっと癖になるような辛さですよね。これは結構、やばいかもしれない。うん。だからこれ、食品指定文章でもね、出てましたけど、かなりね、塩分とかはね、ハイな感じ、カロリーね、ハイな感じで設定になってましたからね。これスープ飲み干すとなかなか大変かもしれない。スープ自体のカロリー、ね、塩分は一緒ってなってましたけど、多分スープに付着してるこの唐辛子とかね、この辺りのところから溶け出してる塩分がね、相当高くなってそうなんでね。いやー、久しぶりに、いやー、がっつりカップ麺食べましたね。ということでね、うん、感想としてはそんな感じですね。看板に座りなく、うん、激辛ということは使って問題ないと思いますよ。うん、これちょっと辛めとかってなっとったらね、ちょっと普通の人だったらね、ってなっちゃうぐらいの辛さにはなってますから、激辛で間違いないと思います。ただ今ね、ちょっとペヤングさんとかね、あなたを中心にね、激辛の基準がね、完全にオーバーエイジ枠になっちゃってますからね、それをね、改めてね、そう、激辛って本来これぐらいでいいのよっていうね、いうところを改めて感じさせていただける、うま辛な、商品だったということでね、ぜひね、ちょっと辛いのね、いや、ね、もう全く辛いの無理ですっていう方でしたね、カレーの中辛でも辛くて無理ですっていう人も世の中にはいますからね、そういう人は絶対やめといた方がいいと思いますけど、まあ、ちょっとね、辛いの好きだよっていう方でしたね、これね、おすすめですよということでね、これぐらいで、ちょっと今回は締めさせていただこうと思います。どうもごちそうさまでした。